はははい、ここんにちちバンクアカデミーの良平でですす今日はこちらですついに米国で景気後退入りしたと聞いて不安が止まらないんだけどこんな時はどうすればいいのという話をしてきます突然飛び込んできたニュースなので気になる方も多いと思いますそんな方にこの動画ではこれからさらに下落するかもしれない今こそ実践したい 気絶投資を紹介しますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょう。<music> では、このパートで、ついに、米国で景気交代入りをしたか、暴落が怖い今こそ、大事な気絶投資とは、という話をしていきますが、先にこの動画の結論をおさえします。 2024年8月2日時点で日経平均株価が歴史的な急落、円建ての S&P グラフも大幅に下落、さらに失業率から景気交代を判断する指標、サームルールに該当して、米国では景気交代局面に突入したか。ただし、過去に運用成績が良かった人は、運用しているのを忘れてた人と言われるほど、歴史的には 暴落の度に最高値を更新し続けてきた。なので、今こそ投資していることを忘れて放置しておく気絶投資が大事で、長期運用を妨げてしまうのは人間の心理、つまり恐怖と心得ておこう。この結論をもとに今こそ大事な気絶投資の考え方を丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが。 日経平均株価が歴史的な急落となりました。2024年8月2日時点で、日経平均株価の下げ幅、2216円、マイナス5.81%、ブラックマンデー翌日の1987年10月20日の3836円に次ぐ下落となっています。この要因として、米景気指標の下振れにより、米国の景気交代の不安から、 ほぼすべての銘柄が値下がりする全面安へ繋がりました。また、為替についても、あっという間に1チョル140円台の円高となっています。こちらは日本円と米ドルの為替相場のチャートですが、一時期は1チョル160円台だったんですが、足元は148円。さらに今後は日銀の利上げと米国の利下げで、さらに円高が進むとも言われています。 また、S&P500 指数も潮目が変わり、下落傾向になるかもしれません。こちらは、米国の代表的な株価指数、S&P500 ですが、今までの好調な流れから一変、下落が続いており、E-Max Slim 米国株式 S&P500 の基準価格は、円高と合わせて、ピークからせに、マイナス10%。そして、今後についても、米国は、失業率の上昇などから、景気交代、リセッションにより、 株価はさらに下落する可能性もあるとの声も出てきています。そんな中でついに米国で景気交代局面に突入したかもしれません。こちらは2024年8月2日の夜のブルームバーグの記事で、米雇用統計、雇用者数の伸びが予想以上に減速、失業率は4.3%に上昇。失業率は働ける人の中で失業している人の割合を指しますが、 失業率から景気交代を判断できる指標、サームルールにおいて、高い確率で景気交代に突入する水準へ、ついに該当したことで、大きな話題を呼んでいます。はい。景気交代リセッションとは、これは経済活動における景気交代の局面のことで、ある程度景気がいいところから、今後は不況に差し掛かっていく際の局面で、このリセッションのタイミングで株価が 大きく下落する傾向があるんです。じゃあ、本当に今後、景気交代、リセッションは起こるのかそれを示すために、失業率から景気交代を判断できる指標があります。これはサームルールというもので、計算式は割と簡単で、直近3ヶ月の失業率、マイナス、過去1年で最も低かった失業率になります。サームルールでは足元で、 上昇が続き、2024年7月は0.53ポイントで0.5ポイントに達したので、過去の例ではすぐ景気交代に突入することになります。これは決して煽りではなく、過去のデータから景気交代が判断できるというものなので、知らずに慌てるより、事前に覚悟しておいた方がいいと思い、皆さんに紹介しました。なお、歴史的には景気交代局面は、 1> 約1年程度続くと言われています。では、景気交代によって株価にどう影響するかを見ていきましょう。こちらは S&P500 の終わり値ベースで、リセッション入り前半の高値から、リセッション終了時までの安値との数値を比較した。つまり、リセッション時期の株価の下落率なんですが、1990年の湾岸危機ではマイナス20%。2001年の IT バブル崩壊では、 マイナス26%。2007年のリーマンショックではマイナス55%。2020年のコロナショックではマイナス34%下落しました。ここで円高株安のダブルパンチでいくら下がるかの具体例を見てみましょう。例えばある米国株式の株価が50ドルだとして1ドル160円の時の円建ての評価額は8000円。50ドル ×160 円。 その後、米国株式の株価がマイナス20%で40ドルに下がり、さらに1ドル140円と円高に傾いた際の円建ての評価額は5600円、40ドル ×140 円となり、8000円の時と比べて合計でマイナス30%となりました。もちろん、未来の相場がどうなるかはわからないんですが、最近の上昇ぶりが凄まじかった分、 大きく下落する格好は持っておきましょう。そうしたらこんな下落相場で不安な時こそ大事な気絶投資をしておきましょう。こちらは SNS で見たことある方もいると思いますが、ある運用会社は2003年から2013年で顧客のパフォーマンスを調査したところ、成績の良かった人の属性、1位は亡くなっている人、2位は運用しているのを忘れている人、この画像自体には 様々な議論もあるんですが、結局、投資していることをきれいさっぱりと忘れて、気絶するのがいいという話だそうです。なぜ、こんな話をするかというと、長期運用を妨げるのは、人間の心理、つまり恐怖だからです。なので、初心者の方に実践してほしいのは、いわゆる気絶投資の考えで、投資しているのを忘れているくらいで、運用を続けていけばいいと思います。例えば、 証券会社の ID やパスワードを普段見ない紙に書いて保管して気軽にログインできないようにしておくのもいいでしょう。これで仮に暴落が起きたとしても相場を気にせずにほったらかしにしておけば慌てずに長く運用を続けていけると思います。じゃあここで気絶投資の効果を確認すべく過去の株式相場を長期で振り返ってみましょう。 こちらは米国株における過去95年のチャートがわかるので拡大してみています。はい。過去の暴落を遡ってみると最も大きいのが1929年の世界大恐慌。この時の下落率はマイナス83%。続いて1946年にはマイナス22%。 1968年にはマイナス 29%1972 年のオイルショックではマイナス 43%1987 年のブラックマンデーではマイナス 30%2000 年の IT バブル崩壊ではマイナス 45%2007 年の世界金融危機ではマイナス 50%2020 年のコロナショックではマイナス20% こうやって見ると確かに暴落時はつい慌ててしまい投資をやめてしまう人も出てくるかと思いますがしかし大事なのはずっと運用さえ続けておけば長期で見て右肩上がりが続いているという点ですこれこそが気絶投資が大事と言われる理由であり歴史的に下落相場はどこかで終わりを迎え最高値を更新し続けてきたので今こそ運用しているのを忘れているくらいがちょうどいいんです それでは今後、米国の景気交代で、さらなる株価下落が来た際の対策はどうするか。これは何度もお伝えしてきていることですが、とても大事な話なので、改めて積み立て投資のメリットを知っておきましょう。例えば、毎回100円を積み立てするとして、ある商品の最初の価格が50円なら、二口買えます。で、2回目に暴落が起きて、価格が25円に下がったとしますが、 この時も、積み立て投資を続けていれば、100円で4口買うことができます。つまり、価格が安くなった分、多くの量を買えるというわけです。つまり、積み立て投資さえコツコツと続けていれば、仮に下落相場に直面しても、それだけ安く、たくさんの量を買うことができて、その安く、たくさん買った分が、将来的に大きな利益を生んでくれることが期待できるんです。そのため、 下落相場で不安な今こそ大事にしておきたい心構えをまとめておきます。まず、手元の運用資産が減っていってるからといって、老ー売りは NG。新入者などの資産は長期での運用が前提のため、とにかく放置しましょう。もちろん、相場が気になる気持ちはわかるんですが、一旦運用資産を見ないようにしておくのも大事です。そのため、気絶投資こそ長く運用を続けるには、 最強の手段とも言われるので、こんな時こそ、家族との時間や趣味を大事にしましょう。ただし、それでも不安なことがあれば、YouTube のコメント欄や、インスタ x などの SNS の DM から自分に何でも聞いてください。僕はこんな時こそ、初心者の方のお役に立ちたいと思っているので、気軽に頼ってもらって大丈夫です。では、最後に最近のよくある質問に答えていきますが、まず今、 積立額を増やすのは OK かこれはそもそも積立投資は相場を気にせずにコツコツと買い続けて精神的に余裕が持てるのがメリットなので相場を気にして積立額を増やしたり減らしたりする考えは合わないでしょうその上で余裕資金があるならば積立額を増やすこと自体はありなんですが例えば月3万から5万に増やした場合月5万円の積立を5年10年と 今後もずっと続けられるかを自分で考えてみて、それが難しそうなら、月3万のままでいいと思います。なお、積立額を変えることで、ドルコスト平均法の効果が薄まるんじゃないかと聞かれますが、積立額が変わっても、積立投資さえ続けていれば、ドルコスト平均法における一定の効果はあると考えていいので、特段気にしなくて OK です。次に、暴落タイミングを見計らって、 投資をする際はどうするか確かにこれからさらに円高と株安が進んだ際は絶好の買い時になるためこちらのイラストを拡大します参考までに自分のタイミング投資のやり方をシェアすると例えば足元が直近のピークとしてそこから10%下がるために資金の4分の5ずつ投資すればマイナス40%の下落までは耐えられる計算になります そのようなイメージで、暴落局面のタイミング投資も、仮に EMAX スイム米国株式なら、円建ての S&P グラフが10%下がったら丸円、20%下がったら丸円を投資するように、マイルールを決めておくのがいいでしょう。いずれにしろ、スポット投資は、感情に左右されやすい分、とにかくマイルールを決めて、機械的に行うことが大事です。はい。今回の話は以上となりますが、 最後に僕からのお願いとして、これ以外の質問があればコメント欄で気軽に聞いてください。またその際は一緒にチャンネル登録もお願いします。はい。では今日のまとめです。2024年8月2日時点で日経平均株価が歴史的な急落。円建ての S&P 額も大幅に下落。さらに失業率から景気交代を判断する指標、サームルールに該当して、 米国では景気交代局面に突入したかただし過去に運用成績が良かった人は運用しているのを忘れてた人と言われるほど歴史的には暴落の度に最高値を更新し続けてきたなので今こそ投資していることを忘れて放置しておく「気絶投資」が大事で長期運用を妨げてしまうのは人間の心理つまり恐怖と心得とこう。 はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。